こんにちは、大名パンダのしめでございます。佐野でございます。佐野さん、はい、僕はですね、はい、驚いてます。驚いてる、はい、もうですね、はい、ジャージージャケットの進化に進化まあ今日はですね、はい、まあ一押しのまたジャージージャケットをご紹介する予定なんですけども、はいはいはい、まあですね、まあここ最近のまあ各ブランドですね、提案してきてる、うん、まあ要はジャージー生地のジャケットたちの進化っぷりに僕驚いてましてですね、はいはいはい、はい、まあと言いますのも、はい、まあジャージー生地のジャケットってまあその名の通り生地が簡単に言うとジャージー系、まあね、要は仕立ても雰囲気的にも柔らかくて、うん、で伸縮性もすごくあるよねみたいな生地なのが、まあ要はジャージーのジャケットの特徴であると思うんですけども、はい、言っちゃうとですね、まあ数年前というか一昔前というかですね、はい、まあから別にジャージー系のジャケットって全然あったんですよね。おお、はいはい、でこれ僕の印象ですよ、あくまで、はい、は着心地はもちろんその辺も良かったと、ただ、うん、あんまりめちゃくちゃかっこいいというかおしゃれと思える生地のジャージー系はあんまりなかったなっていうのが僕の正直な意見で、そうなんですね、うん、だからなんか意外とその辺って手出してこなかったなって感じがあるんですけども、うん、言っときます、今年バリバリやってます。マジっすか、はい、まあ、ちょっと前はですね、はい、何個か前の動画ではそれこそタリアトーレのジャージのダブルのジャケット、ね、やりましたね、はい、をご紹介もしました、はい、で今回もズバリタリアトーレですね。タリアトーレ、はい、まあ、タリアトーレは、まあ、パンダでも、まあ、メインのジャケットブランドの一つですけども、はい、すごいですね、やっぱタリアトーレのジャージ生地が良すぎて、良すぎですね、はい、今回も選んでしまったのが今日の動画の主役でございます。はい、はい、でまあ前回ご紹介のそのタリアトーレのジャージはですねダブルでしたね。ダブルですね、はい、で今回は王道でシングルです。はい、で、まあ、主役はこちらなんですけども、はい、これ見てる具合じゃ、まあ、いわゆるプレーンなというか、まあ、シンプルな、まあ、ブラックのジャケットだとですねっていう雰囲気と思われるかもしれませんが、はい、アップで見てください。なんか違うんですか嫉妬やろ絶対これすいませんアップで見るとですね、まあ、分かりやすいんですけども、このさりげなくというか、これ実はヘリンボーンの柄が入った生地なんですよね。これいいっすね。はい、なんか要はブラックでジャージーでヘリンボーン、最高にこの生地がいいんですよ。まあ、このジャケットの特徴を言うと、はい、まあ、シンプルに言うと、もっちもちです。もちもち。まあ、ジャケットでこの表現が正しいかどうか分かりませんが、はい、もうとにかく柔らかくて、いやでももっちもちです。で、簡単に言うと、ウールナイロンとのコンビネーション生地なんですよね、はい、うん、で言った通りジャージー生地なので、はい、もう見て分かるところで言うと、もう伸び伸び、いやすごいっすね、超伸縮です、ね、だから、まあ、ジャージーのジャケットの中でもちょっと S ランク並みに、いやもうこの伸縮性はあるっていうところですね、うん、最上クラス、はい、もうだから感覚的に言うと、もうほぼニットジャケットのような、そうですね、まあ、ああいうイージーな羽織り心地というか着心地というか、うん、の点が、まあ、この生地の本当にすごいところですね、うん、はい、でただニットとジャケットとやっぱ違うっていうところになってくると、やっぱりしっかり袖裏がついてるっていうですね、やっぱこういうところはやっぱ耐久性とか、あとはやっぱ着心地袖通りがいいところですね、うんうん、まあ、そういうところにつながるっていうところと、まあ、袖の仕上げはこれ今アンフィニッシュになってますので、はい、まあ、ここからしっかり袖丈を調整したりとか、あとは、まあ、本セッパですね、要はボタンホールを開けたりとか、まあ、そういうこともできるような仕様になってますので、まあ、そこがやっぱりちゃんとニットジャケットよりしっかり上のやっぱテーラードのジャケットっていうパターンになるかなと思います。佐野さん、はい、ちょっと着心地良すぎもう見てて伝わります。本当にこれ生地がですね、はい、ジャージでもちろんいいったら当たり前なんですけど、うん、適度に肉感があるんですよ。ですね、で厚みがちょうどよく程よくあってですね、うん、もうそれも含めてフィッティングもすごいやっぱ柔らかいっていうのと、うん、もうそれにプラスでこの伸縮性ですよね。ここの着心地感とかはもうちょっと桁違いですね、うん、だからみんなこれ試着でこう袖とかね試着いてもらった時お客さんもですね、はい、うわって言いますもんねすごこれっていうぐらい本当に良くてですね、うん、でやっぱこういうとにかくやっぱ仕立てとか
この生地のタッチとか柔らかいので、はい、まあ、お堅くないジャケットスタイルが楽しめると思うんですよね。うん、はい、だから今日とかで言うとこれは、ニットですね、はい、ニットで、合わせたっていう、そんなにこうなんかかっちりキメキメというよりかはなんかこうリラックスジャケットスタイルというかですね、うん、だからまあなんかその辺とか今、まあ、なんか実にパンナっぽいかなと思うんですよね。ですね、はい、なんかパリッと固めのこうドレッシーなウール生地のジャケットとかじゃなくて、うん、なんかあのその本当休日に大人っぽくこうカジュアルダウンさせたというかですね、うん、ジャケットスタイルにもハマるというところと、まあ、お堅くない方はですね、もうこれであの仕事に行きますみたいな方も、まあ、全然いらっしゃるかなっていう感じだと思うんですよね、うん、はい、まあ、だからそういうなんか幅広く使い回し聞いて、やっぱ色もブラックだからですね、うん、まあ、コーディネート的に組むのもすごい合わせがやっぱ効きますし、いや楽ですね、はい、これとかはどっちかというとこう黒の、インナーのニット合わせてちょっと黒トーンで、うん、パンツはちょっとベージュのパンツみたいな感じで合わせてるとこなんですけども、はい、やっぱこう大人ジャケットスタイルにはもうぴったりな感じですね、うん、はい、まあ、じゃあジャージーだからあくまでこうイージーな楽ちん系な、あ、まあ要は着こなしだけかというと、もちろんそんなことは全くございません。そうですね、ちゃんと綺麗な格好もできます。できます、はい、まあ、というところで言うと、まあ、分かりやすいってことで言うとやっぱシャツ合わせですね。うん、はい、やっぱりタリアトレっていうのはやっぱ、まあ、あの着心地はジャージーといっても、もう本当にまず形が綺麗です。綺麗です。シェイプが効いてアームラインも綺麗っていうと、うん、まあ、インナーもこうちょっとドレス感になるというかですね、あの格好にも全く問題なく合わせは効きます。はい、まあ、というところで着てきましたけども、はい、着心地良すぎます。素晴らしい。本当に素直にシンプルにそう思います。はい、はい、っていうところなんで、まあまあいろいろね、ある程度ちょっとこうカジュアルな格好で、うん、まあちょっとこう綺麗な格好みたいな、うん、そういうどっちも対応できるジャケットでもありますし、うん、まあまあそのなんていうんでしょうね、まあ、本当着心地がジャージで よくて、でシンプル見えなんだけどちょっと生地はこだわせて、うん、でなんかそういうイージーにジャケットを楽しみたい方、またこうまあシンプルでね、まあなんか本当に使い勝手のいい、まあ、ちゃんとこういいジャケットなんか欲しいなと思ってる方には、まあ最高な一着じゃないかなと思います。間違いないです。はい、っていうところなので、まあまあ、推しの一着として、まあ進化版ジャージの、こだわりをぜひぜひご堪能いただければなと思います。はい、はい、ではじゃあまた今回こちらで動画終わりますので、次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。